こんにちは。あ、こんばんは。はい、小林、ですけれども、今日はですね、今日も少し前からですね、映像を入れさせていただいております。もうしばらくですね、お待ちください。10時から始めてまいりたいと思いますけれども、今、10時4分前、4分前ですね。もうしばらくお待ちください。10時からですね、始めてまいります。今日はですね、先週皆さんにお話ししたかもしれません。ゴスペルコンサートがありましてですね、今日は、はい、ここはどこですか？ここは東京ですね。東京の杉並。杉並区ですね。杉並区高円寺からお届けさせていただいております。はい、私たちもそのコンサートにですね、はい、来ていましたので、はい、心ゴスペルですね。心ゴスペルはどこでありましたか？はい、中野のゼロホールでというところでありまして、私たちもそちらに出席させていただきましたので、はい、その近くの高円寺で今日はさせていただいております。はい、はい、もう少しですね、あと3分ほどお待ちください。ですので今日はですね、バックミュージックがありません。はい、はい、ちょっとシーンとしておりますがもうしばらくですね、お待ちいただきたいというふうに思います。素晴らしい神様のですね、栄光が荒らされていくのを期待して、バックミュージックがありませんので、何か歌っていただけますか？いや、本当に言ってないから、OK で言ってないからね。妻手牧師歌ってみますか？喜んでよ、笑顔でよ。よかったですよね、今日ね。よかったですよ、コンサートでこの歌ね。よかったですね、風の響き。風の響きよかったです。本当にね、はい、なかなか素晴らしい、新しい曲なので、はい、感動してるのかなって私は思いましたけども、うん、どうでしょう？うんね、うん、みんなでも全体的にね、良かったですよね。良かったですよね。はい、映像が良かったっていう方がいましたけど、綺麗でした、映像も ね、はい、ね、皆さんはプログラムがすごかったですよ。紙がプログラムの紙がプログラムの紙、びっくりしちゃいました。紙ですか？紙がすごかった、ちょっと今見せてもらって。プログラム紙ですか？これがすごい、中もすごく紙っていうか、もうちょっとなんか表現してほしいね。紙っていうよりも紙質っていう、紙質と中も素敵です。これ素敵ですよね、なんかプログラムのね、うんうん、なんていうか、なんとも言えない星空を見て、あなたは何を思いますか、テーマだったですね。うん、良かったですよね。心ゴスペル、綺麗な星空で、これすごいつる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 で、はい、はい、よかったですね。はい、何分前ですかね？は、1分前ですね。もうちょい1分前ですね。そうですね、指で示してくださるといいですね。はい、1分前、30秒前は指でどうするんでしょうね。わかんないですね。はい、難しいことを言ってますね。はい、はい、今日はお元気ですか、ハナさんは？はい、はい、あ、ゼロというマークが出ました。はい、ではですね、始めていきたいと思います。10時になりましたのでですね、はい、始めてまいりたいと思います。はい、こんばんは。こんばんは。また海外でもですね、見てくださっている方々のためにですね、ご挨拶させていただきます。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、先ほどちょっとお話ししましたけれども、高円寺からですね、映像を流させていただいておりますけれども、どうでしょうか、綺麗に映っていますでしょうか？はい、まだですね、なんか十分に私たちもこの映像に関してわからないところがあるんですが、今日はどうもなんか綺麗に映ってるのかなという感じですね。うん、はい、そうですね、今日の映像はなんかちょっといつもよりいいかもしれません。はい、なぜか明かりの関係なのかですね、うん、今日は別の場所でさせていただいております。はい、一言お祈りをさせていただいて、はい、天のと
様、主はありがとうございます。あなたがこの時、導いてくださり本当にありがとうございます。祈りの時間、この時を祝福し、あなたが最初から最後まで導いてくださいますようにお願いします。ありがとうございます。主はこの時本当に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。はい、では始めてまいりたいと思います。私の名前はですね、手持て小林です。はい、ハンナ小林です。はい、今日ですね、またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、素晴らしいですね、コンサートの後どうだったですか、今日のコンサートを皆さん。はい、もう回を重ねるたびにね、なんかこう質が違う、上がっていくというか、映像もいいし、このこれですか、プログラム、はい、プログラムもいいですし、よかったかなって、うん、プログラムちょっと感動しましたよね、この夜空の星っていうことで ね、すごい綺麗ですからね、綺麗ですね、この裏も綺麗ですし、綺麗ですね、こちらもですね、この全部見せちゃったくなりますね。はい、こんな感じで、はい、そうですね、ですから今日はそういうことでコンサートがありましてですね、はい、ゴスペルコンサートとても良かったですね。はい、たくさんの人来てらっしゃいましたね。そうですね、はい、どのぐらい来てましたか。うーん、後でね訂正される場合があるんですけど、私もね、ですけど多分ね、私250とか300とかね、そんな感じだったかな。そうですね、かなりお客さん入ってましたよ。でもね、そうですね、出演者も入れるとやっぱり300以上だったかもしれない。なんか新しい方もいらっしゃってたような雰囲気でしたよ。来てましたよ、かなり、ね、そうですよね、だって顔が知らない人たくさんいましたから、はいはい、全く知らないっていうようなね、うん、方々、今回はなんか新聞に宣伝も載りましたし、はい、なるほど、クリスマスのシーズンですね、そうですね、本当にゴスペルの、ですので皆さんのお祈りがですね、聞かれてまた恵みが表されたかなというふうに思います、はい、先週ちょっと祈りましたもんね。そうですね、ゴスペルコンサートに、のためにですね、お祈りさせていただきました、そうですね、なんかね、そうなんですね、私の近くの方に前の方に座られた方もですね、いましたね、会社の方を連れてきてるのかなっていう方がですね、いらっしゃってましたので、本当に教会のクリスチャンの方々も、またそうじゃない方々もですね、楽しんでいただけた、感動を させて、いただけたかなっていうコンサートだったと思いますので、本当に皆さんのお祈りをですね、祈ってくださった方々、本当にありがとうございました。はい、はい、そしてまた見て、この番組を見てくださった方々、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、これから始まっていくんですけれども、はい、はい、早速ですね、はい、はい、今日もメールがたくさん来ていますので、はい、はい、お願いしたいと思います。はい、今日はですね、祈りの答えが来てますので、はい、エルさんですね、はい、お願いしたいと思います。はい、これはエルさんと言いますか、賛美グループのエルさん。ああ、賛美グループ、エルグループですね。エルグループ。エルというグループの、ですね、このお名前は、イニシャルは。イニシャルはエルさん。エルさんですか。エルさんグループ。はい、エルさんグループ。はい、これは先週ボランティアのために、お祈りいただきありがとうございましたというところから入ってるんですけれども、ああそうですね、はい、なんか下の方にちょっと福祉施設でコンサートっていうことがあったということで、これ2週前なんですね、はい、2週前のメールの答えですね、はい、そうです、はい、ではエルさんのグループのですね、祈りの答えを読ませていただきます。はい、お願いします。2週前のメールですけれども、はいはい、ボランティアにご奉仕に行かれたようでして、はいはい、無事に行ってくることができました、はい、聞いてくださった方が涙を流して話しかけてくださったり、施設のスタッフの方からは来月から月1回来てくださいとお招きを受けたり、そうですね、うん、別の施設が開かれたりと、はい、とても神様の守りと働きを感じる時となりました。お祈りをいただき感謝します。ご報告まで。はい、はい、エルグループさんたち、頑張っていただきたいと思いますね、はい、続けてボランティアにまた行ってですね、はい、いただきたいというふうに思いますけれども、神様はですね、はい、やっぱりこのことに関しても
のに答えてくださってこう感動して涙を流して話しかけてきてくださったり、またあの私たちもこうねいろいろなところに行かせていただいていますけれども、やっぱり次のなんていうか奉仕の場所がですね開かれるとまたあの嬉しいですよね。ですからこれをこの方々はですね月1回来てくださいとか、それから別の場所もですねということを言われたということ、本当に神様の恵みだったと思いますね。お祈りを感謝のですねお祈りさせていただきます。天のお父様、本当にありがとうございます。あなたがこのエルさん、エルグループの方々、あなたが祝福してくださったことをありがとうございます。本当にボランティアで、行くことができ、またそこで本当に感動して、涙を流し話しかけてくださる方がいたということで、あなたの恵みをありがとうございます。確かにあなたが働いてくださり、また祈りに応えてくださり、恵みを与えてくださったことも本当にありがとうございます。また新しい奉仕の場や継続的に、また来てくださいというそのご奉仕の提供をいただいたことも本当にありがとうございます。神様が働いてくださったことをありがとうございます。また本当にこの体も声も強められて歌うことができたことを本当にありがとうございます。主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝して、あなたを褒めて称えます。イエス様の皆によってお祈りいたします。はい。よかったですね、はい、ぜひですねまた頑張って行っていただきたいと思います、うん、いろんな方々にゴスペルをですね、うん、届けていただきたいというふうに、思いますね。はい、はい、じゃあですね次の方はですね、はい、Y さんですね、はい、それではこれから祈りのリクエストですね読みさせていただきます。はい、まず最初に Y さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、主の皆を称えます。両目の乱視の癒しのためにお祈りください。よろしくお願いします。はい、ということですね。両目の癒しですね、うん、はい、先週ですねこの皆さん先週も見ていただけましたでしょうか。本当にありがとうございます。先週ですね、うん、お祈りしている途中でですね、うん、映像が途絶えてしまったっていう、うん、方々が結構いらっしゃったんですね。はいはいはい、終わりぐらいの5分か10分ぐらいのところだったんですけれども、はいはい、うん、それでですね先週この Y さんの、うん、お祈りをしているところで途絶えてしまったんですね。うん、この後もう一人の もう一方ですね、もう一人の Y さんのためにもですね、はいはい、それも結局2人分ね、そうなんです。ですからですね、うん、今週ちょっとこの Y さん方ですね、うん、はいはい、WY さんのためにですね、はいはい、お祈りさせていただきたいと思うんですけども、うん、お一人の Y さんはこの両目の乱視の癒しということなんですね。はい、ですのでお祈りさせていただきます。はい、天の父様、本当に、この両目の乱視をどうぞあなたが癒してくださいますようにお願いします。うん、この祈りのリクエストをありがとうございます。うん、Y さんが目がちょっと乱視という状況であるそうですけれども、うん、しかしこの事柄においても神が主を助け恵みを与えてくださることを信じて感謝いたします。うん、主どうぞ Y さんの目を癒してください。うん、そしてあなたの癒しの恵みを豊かに表してくださり、うん、どうぞこのことを通して神様の栄光が表され、どうぞあなたの皆が崇められるようにしてください。うん、主どうぞこの Y さんの両目に触れてください。うん、今どうぞ Y さんの両目に触れてください。乱視を完全に癒してください。うん、主の霊が今豊かに、癒しの霊が豊かに Y さんに触れてくださり、うん、癒しの恵みをはっきりと表してください。どうぞお願いします。主天の父様、本当に Y さんからのリクエストを感謝いたします。本当に両目のこの男子の癒しのためにどうぞあなたがこの祈りを聞き届けてくださいますことを信じ、私が今この時も Y さんの両目に触れておられることを感謝いたします。
相談支援をもたらしている原因のもとに、どうかあなたが触れてくださり、目の状態をさらに正常にしてくださって、乱視の状態から解放されて、はっきりとこの完全に癒されていくことができるように、主がどうか、Y さんの目の癒しを豊かに主が、主のご栄光のために表してくださいますよう、癒してくださいますように、切にお願いいたします。アテント様、主どうぞあなたの恵みを表し、完全に癒してください。そして、この後も、癒された後も、主どうぞ目が悪くならないように、主が完全に守り続けてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって卵子をよくなれ。イエス・キリストの御名によって卵子をもたらした霊を、病の霊をイエス・キリストの御名によって臭い。病を臭い。卵子をよくなれ。完全に回復せよ。天のどうぞあなたの癒しを豊かにしてください。イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちを覆い、その Y さんの御名を完全に癒してくださいますようにお願いします。主が働きかけてくださっていることをありがとうございます。あなたのお恵みを本当に感謝します。あなたの皆をたたえます。感謝します。イエス様の皆によってお願いします。ね、はい、そうですね。神様は何か今、聖様は働いてですね、確かに癒しの恵みを与えてくださっていると思いますね。はい。そうですね、先週は本当に途中で消えてしまってですね、重ねて本当に申し訳なかったの今、謝らせていただきたいと思います。本当に申し訳ないです。はい、申し訳ありませんでした。したはい、ぜひですね、まあ、消えてしまった時に、なんか録画なんかもですね、うん、途中からこう撮っているっていう感じもあるかもしれませんので、うん、そういうのも見ていただけるとですね、後から、うん